心に刻みたい人生哲学の話学校に行けない子どもたちからオリンピック選手をはじめとするアスリート企業経営者マネージャー新入社員メンタルサポーターとして20年間にわたり講演研修を行ってきた成田義則が。 今と未来を変える人生哲学の話をお届けします視聴者リスナーからの人生相談にも答えしますこんにちは早川佑です、えー、こんにちは成田芳典ですさあ心に刻みたい人生哲学の話、えー、今週もやってまいりましたはい成田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします え前回は最速で幸せになるえ4つのステップということで永久保存版でしたがまあ個人的には今日もこれ永久保存版であると同時にまあ実は個人的にもすごく聞きたいテーマだったんですよね。はいはい僕が今日これねさっき実は食事しててこういうテーマ話せないですかって言ったら成田さんもメモで用意しててなのですごいシンクロなんですけど成田さんそんな今日のテーマは何でしょうか <はい S 1> 夢が見つからなないあなたへ 僕も今日提案しようと思ってたのはやっぱりいろいろ仕事する上であの僕はまあ幸いにも夢を持っていろいろありつつもなんとかそこを。 ま,あまだ道半ばですけど生きてきてやっぱり夢を持つのは素晴らしいことだなと思ってるんですけどその一方で最近ドリームハラスメントドリハラって言葉があるらしいんですよ、はい、いやそうですねつまり夢を持つことを逆に強要することがハラスメントだか一瞬いやそれはちょっと言い過ぎかなと思ったんですけどでも考えてみるとねみんながみんな夢持ってたりするわけじゃないしプレッシャーに感じて潰されちゃう人たちもいると思いますので、うん、でも成田さんにもこれをやっぱり取り上げた理由ってのはあるわけですよね。そうですね夢って 「持ってないの?」とか言われちゃったりね「あなたの夢は何ですか?」って言って答えられないことによってなんか「あ俺って夢がないのかな?」って落ち込んじゃったり「生きがいんですか?」って言われて「いやいやそんな言われても」みたいな方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。それで苦しんでる方がいっぱいいるので夢ってそう簡単に見つからないんですよ。見つけるのも大変なんでちっちゃい頃から夢がある人はそれはそれで素晴らしいんですよ。 なくても全然 OK なんです。うん、そ,もそもそも来たんですけど、夢ってないとだめなんですかってね、やっぱ思いますよね。で、夢がなくても、うん、夢っていつか何かできればそれはいいですけど、うん、いろんな生き方があるんでね、はい、例えばね、まあ、YouTube で中村文明さんとかね、はいはい、講演会いらっしゃいますけど、彼は、えー、頼まれごとは試されごとってね、はい、要は何か頼まれたことを、うん、よし、倍返しで、俺、試されてるなと、うんうん、よし、ここでもう最高に喜ばせてやろう。はい 何倍にもね、喜ばせてやろうって言って、もう倍返しで、それをやることによって、すごく感謝されて、いろんな人からまた頼まれ事をする。それを一生懸命やってるうちに、自分では、自分でね、夢も見なかったようないろんなすごい夢が見れたりね、することがあるっておっしゃるわけですよ。頼まれたことを一生懸命やることによって、なんかいろんな意味で、生きがいやりがいが見つかってきたりね。僕らは一番嬉しいのは、 自分がいることによって、そうですね、もう君のおかげで本当にね、良かったみたいに言われて、やっぱうしいですよね,ね。めちゃくちゃ嬉しいですよね。はいうん、だから自分が何をやりたいかじゃなくて、はい、何かいろんなことをお手伝いすることによって、喜ばれることによって、さらに自分のいいところがね、より自分で明確になったり。うんはい、あとはですね、渡辺和子さんっていうシスターのね、はいはい、書いた本ですね、はい「置かれた場所で咲きなさい」。ベストセラーになりましたね。はい、はい あれですよねうん、うん、あなたは今やってるお仕事がもしかしたら本当にやり,たくないやりたいことではなかったかもしれない。でも今置かれた場所で精一杯努力をしてそこで頑張って貢献することによって。 必ずあなたの未来はどんどん良くなるよって、うん、いろんなことで好転してくるよって。ま,あまず見てる人もいますからね、はい、必ず。それってね、前回もやったような、ねうん、幸せの4つのステップではないけれども、今置かれた場所で不平不満を言い出すと、うん、結局どうなります未来は。マイナス。ネガティブなものになりますよね。でしょ、はい、不平不満から始まっちゃうと、絶対ネガティブなもの。 だったら今あるものに感謝して与えられたことに感謝してそこを目いっぱい要は尽くすことによって自分の人生って絶対良くなるっていうことなんですよね。でできれば目標ですよね、はい、なんか自分でやってみたい目標はこまめに立ててそれをやる努力をするでも目標もない、はい、やりたいこともないって う方もいます、はい、そしたら頼まれ事は試され事じゃないですが与えられた場所で やってみるというこれをぜひねおすすめしたいなと思いますね先週のね放送とまたセットで考えてもいいかもしれないですよねいやもう全部全部実はつながってるんですよね楽しみになってきましたさあということで今回はですねええリスナー方からご質問を頂いてるのでよろしいでしょうかありがとうございますありがとうございます10代の女性からです「苦手なことから逃げては生きていけないのですか?」ということですけどもなるほど詳しく読みますねはいつも 苦手なことから逃げてては生きいいけなな、えー、苦手なことがあるのは当たり前失敗してもいいから立ち向かってこそ人間として成長できると言います、えー、でも、えー、好きなことだけやっていて何が悪いのでしょうか好きなことだけ一生懸命やっていても十分人間として成長できると思いますということで、うん、なるほどはい。 10代の方がありがたいですよね。ありがたいですね。<laughs> 嬉しいですよね。はい、もう本当に若い方にね、この番組聞いていただければありがたいんですが、はい、がごす,すごく嬉しいんですけれども、はい、ありがとうございます。さあ、これですね。はい、あの、よくありますよね。ねお母さん、お父さんが言ってることは半分あってます。うん、いやもう正論といえば正論ですよね。<laughs> 半分あってます。はい、で、あなたの言うことも、 半分あってます。はい、すじゃあどういうふうに解釈したらいいかっていうと、うん、まず一つね、正しく理解してほしいのは、はい、親が何と言おうが、うん、自分の人生は全て自分次第だということです。まずその大前提です、ね。そうです。はい、ですから自分が今何をする、何を選んで何をすることによって、自分の未来が決まってくるわけですよね。うんうん、これなんですよ。はい、なので自分の未来を考えて、例えば人生にはやりたくなくても、苦手でも、 やらなければいけないことってありますよね。必ずありますね。ありますよね。大好きなことの中にもありますから、ね。あります。そこを考えてほしいんですよ。はい、自分の未来、やりたくないけど、やらないと未来が危ないな、うん、良くないな、と思うことはやるべきですよね、はい、やっぱり。そう,ですそういう形で、自分で自分の未来を決める。好きなものばっかり食べて、苦手だからね、野菜は一切食べないし、もうスイーツばっかり。うん、スナック菓子ばっかり。スナック菓子ばっかり食べてたら、はい、未来は、 そこはどう考えても、ね、病気になりますね要は体がね強い人弱い人がいるので、うんはい、そんな食生活でも元気な人もいますが逆にそうしたら本当にボロボロになっちゃう人もいるわけですねで自分の体が強いか弱いかって分かんないんで年を取ってみないと、まあ、基本的にはなかなか分からないので、はい、そこを考えて頂ければ分かると思うんですね、うんはい、ですから好き勝手やっててじゃあ将来ね寝たきりになっちゃったりもうすごいもう最悪な健康状態 うん、もうこれ生きてるだけでも辛い状態、はい、これ嫌ですよね。ややですねってことは今、うん、ちょっと苦手でも、うん、ちょっとやりたくなくても、はい、やっぱりその、えー、食を選ばなきゃいけないとか、うん、きちっと運動しなきゃいけないとかいうことは、はい、やっぱり考えた方が良さそうじゃないですか。そうですね、だから苦手ななここととででももやりたくないことでも 今からやっとといいいいた方がいいことを自分でで判断ししてほしいんです、うんまあ、その中でねあのやっぱり今からやっといた方がいいことが明らかにさっきの健康系だと分かることがあると思うんですけど若いがゆえに経験がないように分かんないってこともあると思いますし、うん、ある意味誰しもが分かんないことってあるじゃないですか。うんうん、ていうかむしろそういう方が多い気がするんですけどうん、うん、それでもやっぱり自分の、まあ、自由と責任において選択して判断していくってことはやっぱり大事なんです、ね、ですね。 ね、ずっと生きてるわけじゃないですよねそうですね変な話、まあ、親もいつかまたいなくな,る、ね、いな,くなってしまうし、うん、親が自分の人生ね保証してくれるわけが全くないので、はい、そうするとよより早く自立したもんん勝ちなんですよ確かにとにかく自立が一番最大のテーマ、うん、まあそれには健康お金、うん、例えば友人関係家族関係とか、はい、いろんなこと大事にしていかなきゃいけないんですけれども、はい、より早く自分の人生は 自分次第であると。今やってることが、自分の未来を作るんだという認識をまず持ってほしい。ぜひね、若いあなたには、今からそれを持っていただいたらば、素晴らしい人生が必ずね、やってくると思うんで、やりたくなくても、苦手でも、自分がですよ、親がね、何と言おうが関係ない。自分がやらなきゃいけないとまずいなと思うことは、やってほしいと思います。そうですね。はい。はい。ぜひ。はい。ありがとうございます。はい。 さあ、えー、この番組では引き続き、えー、皆様から成田さんへのご質問をどしどし募集しております、えー、詳しくは概要欄をご覧いただけたらと思います、はい、そして、えー、番組が、えー、映像音声に続き、えー、文字でもお読みいただけます、えー、無料のニュースレターをご購読いただくことで、えー、配信と合わせて、えー、この番組を文字で、えー、お楽しみいただけますのでぜひこちらも登録していただけたらと思いますということで成田さん、えー、今回もありがとうございましたありがとうございました